Peggy 7. こんにちは、皆さん、ミレニアムキッチン綾部和です。今回ギルド02に、怪獣が出る金曜日という、以前から温めていたタイトルをぶつけます。今回のコンセプトはズバリ巨大怪獣が出るヒーロー番組の中の世界、その中で暮らす子どもとなってあなたはこの世界を体験することができます。例えば、自分の真上にいたらこんな見た目になるのかとか、あと自分の家がもし壊されそうになったらどんな気持ちになるのかとか、内容もかなり充実したものになっています。本当に自信を持っておすすめできる作品ができましたので、皆さんぜひダウンロードして遊んでみてください。損は絶対にさせません。ソータ君、彼はこの星で生まれた奇跡の男の子だよ。ソータはこの時まだ自らの身に降りかかる運命のいたずらに気づいていなかったのでした。そう、今日は怪獣が出る金曜日だったのです。えいや、今ソータが手に入れたものが怪獣カードだよ。さて勝負です。この勝負はあなたの勝ち。すってんころりん踊り出す。ソータは他の子の名前はまだわからないけど、その子の名前だけはしっかり覚えていました。こうして人類の歴史に刻まれたあの伝説の金曜日が始まったのです。